どうも、かげまるです。今回はこちらのゲームデルタルーンをやっていきたいと思います。さあ、前回まででですね、デルタルーンパート1じゃねえチャプター1かの、最終回を迎えまして、チャプター2の配信を待つよという形まで行ったんですけれども、じゃあなぜ今回ね、まだデルタルーンを今回2が配信される前にやってるかというと、チャプター1のおまけ的な要素が実はありまして、ありましてというか、僕は知らなかったんですけど、ちょっと情報をいただきまして、それをねちょっと今回はやっていこうかなと思います。簡単に言うと、どうやらチャプター1の終わりまでの中で裏ボス的なものが存在すると、そういう話を聞きまして、そんなのはやらないわけにはいかないだろうということで、早速やっていきましょう。とりあえずはセーブデータを復活させて、場所的にはあれか、キングと出会う前だね。パパ上と出会う前だから、そこの玉座だから一回戻りましょう。で、一応詳しいことは、あれあれどうしたの、ラウンド君。さっきまでの凶暴さは消え、優しそうな表情をしている。これからは穏やかに生きていくだろう。よかった、その分見れてよかったわ。で、一応その裏ボスと戦うまでにもいろいろあるみたいなんですけど、まずエレベーターに乗ることが必要らしいです。ここのエレベーター俺スルーしちゃったんだよね。エレベーターで移動する？移動する。あれ？あれ？あれ違うな。ん？待てよ。俺なんか勘違いしてるかも。ちょっと待ってね。ごめん、こっちのエレベーターだったわ。こっちのエレベーターだ。この1階と牢屋をつなぐエレベーターで、上にハテナ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 っていうものが追加されてるみたいなんですよ。で、これに行くと、おお、色が変わったね。お、新しい場所に来ましたね。行きましょう。で、ここから先の情報は私も知らないので、何があるか、裏ボスと戦えるっていう話だけ聞いてるんだけど、はてなはてなはてな、ん？ウェンヒヒウェンヒヒ、寂しいよ、寂しいね。ほら、ご覧よ、面会だ。そこに立ってる3人は誰だろうな、誰だろうね。はじめまして、僕はラルセイと言います。こっちはクリスト。おい、お前なんでこんなとこに入ってんだ。無実だよ、無実だね。僕はゲームがしたかった、それだけさ、それだけだ。ゲームはとっても楽しいの。でも王様たちがとてもつまらない、けしからんと怒ったの。それは望みでした、王様たちの。私の体を罰として閉じ込める、この檻に。わしは足が速いぞよ、頭も、切れる、頭が回る。追いかけっこは僕の勝ち、噛んじゃった、ごめん。僕の勝ち。王たちが捕らえたのは自分の民。世界のぐるりを囲むように大きな牢屋をこしらえた。自由の身なのは私だけ。自由って、でもあなたはどう見ても檻の中ですよね。こちら側よりもの見ればそうは見えぬぞ、ライトナー。じゃあ俺らの助けもいらなそうだな。のんです、それは。寂しくなります、どんどん私、このささやかな自由の中で。そうか、檻の中から見ればこっち側が檻の中に見えるってことね。遊ぼうよ、遊ぼうね。僕と楽しいゲームをして遊ぼう。真の自由はいかなるものか、我が徳と教えてやろう。ゲームしない、ゲームする、しましょうよ。鍵を見つけろ、見つければ自由にしてやる、お前たち。鍵は隠されていましょうね。その目から年老いた店主が知っています、秘密、鍵の。年老いた店主、あ、ヌイさんか。あ、パパパパパンってなったぞ。なるほど、鍵を探してこいってことね。わかった。年老いた店主って言ったからヌイさんだろうな。行ってみるか。あ、どうやって戻るんだっけ。あ、そうか、あの扉があるのか。じゃあちょっと一回行ってみましょう。あった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 。この扉から
どこだっけ、森か平原か、森か、森のこっちじゃなかったっけ。あ、違うわ、待って。あ、来た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 、これだ。入ってみよう。ひっひっひ、よく来たね。どうすればいいんだろう。あ、買うとこにはないわ。話す、あった、怪しい囚人。あ、何の話だい。様子のおかしい囚人だって。そいつはまさかあの男のことじゃなかろうね。そうかい、私があんなに大変な思いをして牢屋に入れたものをあんたは外へ出してやりたいというのかい。大変な思いをして、ふん、そう言われるとあれをこのまま放っておくのも良くないのかもしれないね。確かにこの機会にあんたら勇者さんに倒してもらうのがいいような気がしてきたよ。まあ結果がどうなると最後はどうでもいいことさ。たまにはカオスを楽しむのも悪くなかろうよ。ほら、こいつを持っていきな。壊れた鍵 A が大事なものに加わった。壊れてるじゃん。そんなに檻を開けたけりゃ残りのかけら2つを見つけて誰かに修理してもらうんだね。あと2つあるんだ。ついでにヒントもやるよ。星々の光らぬところを歩め。うまくいったらまたこの店へ報告しに来てくれ。幸運を祈ってるよ。ま、運というよりむしろ呪いだけどね。なるほど、修理は見当ついてるけど、でも星々の光らぬ道を進め、でもまあ多分見えない道がある場所って言ったら大体森だから、とりあえずちょっと森を行ってみるか。また見えない道って言ったら多分こういう系なんだと思うんだよな。ここにはもうないよね。あ、待てよ、あそこの宝箱まだ取ってないな。あれだろ絶対。ということはこの辺に道があるのかな。あ、待って、これ星々が光ってるんじゃない。これさすがにそれは違うかな。あった、待って待って、あった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 、待ってくれ、絶対あった今。ほらここだ。はあ、光ってない。ここにだけほら見て、星が来ると隠れてるんだよ。おお、すげえ。あ、新しい道だ。こういうとこにもなんかあるんじゃないの。なんもねえわ。絶対さっき、あーさーす、絶対さっきの宝箱に繋がってんだわ。なるほどね。ちょっとラビックさんたちは速やかにご退場願おう。よし、オッケー。さあ細道だね、ずいぶんと。よっしゃった。よし、壊れた鍵 B が入っていた。壊れた鍵 B が大事なものに加わった。あ、やばい、ヒントがないな。でも一個だけ心当たりがちょっとあるんだよね。実は多分結構皆さん忘れてるかもしれないんですけど、一個だけもう確実に見たのにスルーしてるところがあるんで、多分そこ関係あると思うんだよね。よし、来た、ここですね。ここの前にこう分かれ道があって、僕結局右行ったんですけど、この上は一度確認したけどまだ行ってないんですよ。だから多分ここなんじゃないかなと思うんだけど、じゃあどうやって行けようかな。走り抜けるか。いや無理か。あ、無理だ。オッケー。さあじゃあ進んでいきましょう。下から上へ、カルタス城の我々の部屋の順番。ま、城に来たことがなかったら分かるわけないけど。なるほど、あ、やっぱりそうだ。じゃあここはあの時は解けなかったんだ。ってことはじゃあ絶対ここだな。待てよ、カルタス城の下から上でしょ。ってことはダイヤハートクローバースペードだ。ダイヤハートクローバースペードだった気がする。だからダイヤ切り替えハート、待てよ、切り替えたままでいいなこれで、スペードで切り替えてこうだ。オッケー、完璧。あったー、あったー、読み大当たり、最高。よし、これで3つ手に入ったぞ。ちょっと一応アイテム見てみよう、大事。鍵の一番上の部分、パーツを3つ集めれば鍛冶職人が直してくれる。真ん中の部分、
下の部分、もう鍛冶職人っていうヒントがここに出てたんだね。つまりはあの彼、名前出てこなくなっちゃった、なんだっけ、マイケルじゃなくてカルタスじゃなくて、あのいろいろと今までケーキとか直してくれた人のところに行って直してもらうのがまあ一番いいだろうね。推測媒介だ。よし来た、行きましょう。来たよ。あ、そうだ、マリウスだ、マリウス。さあ今回はアイテムを直してほしい。なんと、その鍵からは凄まじい気が感じられる。喜んで直させていただこう。ふっはっ、我が究極の技解くと見よ。あ、3つだから3回叩いたのかな。壊れた鍵のかけらは見る影もなく修理された。壊れた鍵のかけらは扉の鍵になった。うん、この鍵からは恐ろしい気を感じる。よいか、私がこの鍵を直したのはお主に使わせるためではない。その恐ろしさを理解させ、決して使うことのないようにするためだ。分かっておるの。なるほど、そんなに恐ろしいんだ。みんな言うもんね、恐ろしいって。謎の牢屋の鍵、どこか怪しい雰囲気が漂う。さあ行くか。いや、もう男の子としてはね、そういうの好奇心が止められないんで、確実に開けてしまうけど、マリウスさん、ヌイさん、お許しください。さあやってきましたよ。鍵を直して戻ってきましたよ。さあどうなるんだろう。ウェーヒヒウェーヒヒ、鍵ですよ、鍵ですね。解き放て、解き放つ、マーベラスなお楽しみ。さあ開けるのです、扉するのです、自らを解放。鍵を使う。扉の鍵を扉の前に置いた。あ、小さな扉が、扉の鍵が扉を作り出した。どういうシステムで。じゃあこの見えている檻は何だったんだ。あ、ピエロみたい。本当のピエロちゃんはここにいたのか。この人がさっきまで話してた人だ。ウェーヒヒウェーヒヒ、お客だよ、お客だね。遊びましょう、遊びます。あんたと遊んだその後には他の港も遊ぶのさ。何をして遊ぶんですか。なーに、簡単な数字のゲームさ。おお、君の HP が0になったら君の負けさ。なるほど、それがお前の言うゲームってやつか。なら覚悟しろよ。ナメプで瞬殺してやるぜ。めっちゃ笑うじゃん。それはこっちのセリフです。地べたを舐めさせてやります。さあ始めましょう。始めるよ、楽しいゲームの幕開けさ。きたー、かっこいい。64みたいな 3D が流れている。音楽超かっこいい。さあゲームを始めよう。さあまずは行動だ。分析、スピン、ランダムカオス、これは多分攻撃っぽいな。くたびれさせる、催眠、くたびれさせたいね。とりあえず分析で、防御、防御、ジビル、有効な戦術はない、頑張れ。すげえ、待って、日本語、え、待って待って、今日本語じゃなかった。カオスだよ、カオスだねって言ったよね。え、ジビルは不可解な笑い声を上げている。え、どうしよう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 。スピンっていうのやってみるか。スピンは何なんだ。ランダムカオスって何だ。かわいい。クリスはくるくる回った。ジビルはさらにくたびれた。あ、さらに少しくたびれた。そしてジビルはくつろいだ。ジビルの防御力が下がった。ほう、さあお次はリングリングゲームの時間ですの。何じゃ、何、危ない。リングゲームってそういうやつね。ちょ待って、めっちゃ難しい。待って、めっちゃ難しいぞこれ。ラルセイ君、待って、ラルセイ君気失ってる。どうしよう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 。ダークキャンディ、ダークキャンディちょっと弱いな。トップケーキはまだ早い。ランサークッキー、ラルセイ君なんか、あ、そうか、反対側に伸びてんのかこれ。スージーは、待って、スージーにアイテム使わせよう。行動で、いや行動意味ないな。どうしよう、防御か、とりあえず防御か。どうすればいいんだこれ。
待って、てか逃がす手段はないのか。くたびれさせる、そうか、あれか、なんだっけ、スリープか、スリープか。じゃあとりあえず防御だ。で、アイテムで、いや待てよ、ってことは2人ともアイテム使えばいいんじゃないか。ちょっと待って、今すごい戸惑ってるわ。ラルセイ君にアイテム、ラルセイ君にアイテム、これでいいんじゃない。ランサークッキーとダークキャンディーで、よしよしよし、全開。罪人君たち、僕の旗を受け止めて。絶対やだ、絶対やだ、待って、めっちゃ難しい、待って、やば、これ今日、いや待って待って、これ普通にゲームとして難しいじゃん。どうしよう、そうだよね、裏ボスだもん。待って、そんなバナナ、どうしよう、待って、これはもうトップケーキ使うでしょう。受けてみろ、デビルスナイフ、デビデデデデデデデビルズナイフ。無理じゃない、それ無理じゃない、あ、意外といけるわ。やくそー、あーくそー、惜しい、今の行動、催眠、どうだ。スージーは何かを回した。ジェビラの次の攻撃が弱化、ジェビラもっとくさびれた。よし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 、この体は不死身だ。あ、またこれか、俺これ苦手だな。でこれ多分上下に行ってればいけると思うんだよね。あーくそ、クリスがやられた、あぶねえ。アイテム、アイテムで、やばいね、チョコダイヤ一か八か行くか。で魔法か、癒しの歌、クリス、よしよし、チョコダイヤ結構でかいぞ。よし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 、やっぱカオスだよ、カオスだねって言ってるよね。早い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 、ちょっと待って、早い早い、いや待ってくれ、待って、本当に待って、危な危な、待って、どうしよう。いやー、これはハートドーナツ、ラルセイ君、よしよしよし、結構回復した。いや何でもできるって言ったよね今、読む必要ないな。ちょっと待って、本当にやばい、待って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 、もう、あっ、くそ、どうやらここで終わりのようです。やだやだやだ、終わらない、再び挑戦、もちろん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 。では未来はまだあなたの手の中に。待って、ていうかさ、最初のゲームの時にも今の声出たじゃん。俺このゲームで初めて今ここでゲームオーバーしたけど、そもそもあの声は誰なんだろう。そういえば考察がまたはかどるな。いやー、畜生、惜しかったな。回復アイテムを、あ、そうか、入る前にまだあんのか、よかった。今ちょっと入る前に防具とかちゃんと見ようって言おうと思ったら、これみんな俺防具つけてないよね確か。あ、やっぱそうだ、鋼の手枷つけて、アンバーカードつけとこう。あぶね、俺忘れてたわ、アンバーカードもう一回つけとこう。これでいいんじゃないか、だいぶ防御力上げました。行きましょう。うわー、もういきなりだ、2回目だからね。よしよしよし、とりあえずじゃあまずは攻撃って少しはくたびれさせれるっけ。あれ、攻撃ってどうだっけな、ちょっとわかんないから、とりあえず防御しよう。魔法、魔法も良くなさそうなんだよな。とりあえず防御、防御で、防御かな。あ、これ最初のやつか。あ、待って、やばい、もう早速下手くそ、なんかおお言ってない、おおって言ってない、めっちゃ下手くそなんだけど俺。ラルセイ君即死なんだけど、どうしよう本当に。いや、アイテム使うしかないよな、スピンできるでしょ。で、アイテムで、チョコダイヤ、ラルセイ君で、よし、防御力下がる、チョコダイヤ使う、リングリングゲーム、あ、これか。あ、やべ、下手くそ、マジで下手くそ、マジで下手くそ、ごめん、マジでごめん、本当に下手くそ、ちょっと待って、本当に下手くそだぞ。ラルセイ君が一生生き返れねえじゃねえか。ダークキャンディーを使わせよう。スピンして、アイテムで、ラルセイ君にダークキャンディー。あ、次の攻撃はものすごいスピードで襲いかかる、なんで。あ、ランダムだからか、やばい、早、待って、待って、いや、よし、今めちゃめちゃ集中しちゃった。どうしよう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 、スピンはでもランダムだけど、取得に越したことないよな。催眠までちょっと待つか、アイテム使おう。
ダークキャンディー使っちゃっていいだろう、ラルセ君に。でスージーも、スージーはランサークッキークリスだな。よし、でここの攻撃を完全に避けよう。デビルズナイフ来た。これは俺得意だった気がする。待って、全然得意じゃない。うわ、いい、最初に一回食らわなきゃな。あ、くそ、結構当たる。ラルセイ君が一生生き返らないよ。どうしよう。アイテムでちょっとリザレクトミント使っちゃうか。一回どうせ負けるなら使っておこう。でここは防御 TP を上げよう。あー楽しすぎ大丈夫かよ。いやこれ最初絶対一回やったんだけど。待って、マジで苦手。待って、本当に苦手。え、待って、マジで無理なんだけど。どうしよう、どうやったら避けれんの。ちゃんとラルセイ君がもう無理だ、ダメだ終わったよ、絶対終わったよ。トップケーキ使っとこう。いやマジで難しいぞこれは。ガチで避けたい。あ、くそ、いやめっちゃ難しくないこれ。いやいやいや、ラルセイ君が一生復活できないから回復が全くできない。あ、そうか、催眠もできないんだ。終わりじゃねえか、絶対無理だ。どうしよう、マジでどうしよう。めちゃめちゃ難しいんだけど。いや、やばいって。いや、これはもう絶対避けれるようになろう、本当に。あー、くそ、当たりにいっちゃった今。いやー、これきついよ。あー、くそ、マジで。いや、もうちょび押しだな、ちょび押し。よし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 。こっから形勢逆転、こっから形勢逆転。催眠、あ、そうか、全員で攻撃しちゃうんだった。ビープメリーゴーラウンドゲーム、めっちゃ喜んでる。なにこれ、なにこれ。うわ、これめっちゃむずいでしょ。それは無理だよし、さ、とりあえずは TP 貯めまくって、スキルで、スキルじゃない、行動で、何でしたっけあれ、スリープで逃がすために催眠か、催眠をとにかく打っていきたいんだよね。とりあえずちょっと弾幕はマジでもうとにかく数やって避けれるようになります。こんな感じでガチでちょっと集中してやろう。ちょっと皆さんには申し訳ないけど結構黙るかもしれない。よし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 。この攻撃を弱体化させるっていうのもかなり強いんで。あ、くそ、でもこれは結構避けれるようになってきた気がするわ。よしよしよし、全然避けれてないけど、避けれてないけど、まあ、避けてれてるってことにしてるから今俺は。とりあえずランダムカオスはちょっと無謀だからやめよう。だからアイテム、いや待て、ここは防御、防御で魔法を使っておこう。で魔法使うとな、いやアイテムでいいな、アイテムでいいわ。だからダークキャンディーでクリス回復。よし、ここなんだよ、これ難しいんだよな。これ多分これ結構こういう感じで避けてれば意外といけるんじゃないか。お、いける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 。よしよしよし、ちょっと俺上手くなってきてるよ。弱化してくたびれさせるっていう、これで、これなんだよな。これがとりあえず多分こういう感じで避けていけばいけると思うんだよ。ほらほらほら、これさっき俺これ成功してたじゃん。いや完璧完璧、よし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 。おい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 、俺もしかしたら天才かもしれない。スピンはちょっとあれなんだよな、スピンはリスクが高いからやめといた方がいいと思う。いやこれが苦手、これ難しい、これめっちゃ難しすぎない？ちょっと、いやこれが難しいんだ、これが難しいんだ。クリスが死んだ、クリス即死だ。クリスはそれでラルセイ君の攻撃力、攻撃力じゃない、防御力ちょっと上げたんで、いやーランダム回復はちょっとね、たあれリスク高いから、ここでヤシの歌だな。クリスクッキーとヤシの歌、オッケー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 。クラム、何これ、初めての攻撃来た、初めての攻撃が来たよ。早っ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 、終わって終わってお願い。あー、おっ、やめやめ、わしはもうヘトヘトじゃ。おーおーおー、新しいパターン来た。でも結構黙々とやってたんですけど、攻撃が収まってきたぞ。何か恐ろしいものが迫ってくる。いや、やっぱりなんか前兆なのか。
でも一応次の攻撃を弱化したからなんてね。くらえファイナルカオス。えっ、わわわわわわわ、待って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 、お願い待って、お願い、あ、ま、絶対避けられない、これは絶対に避けられない。待って、何、おおおお、あ、でもここは規則性あるぞ。待って、これは無理じゃない、無理じゃない、あぶねえ。でも意外と避けれたんじゃないか、今のとっさだったけど。ジビルはありったけの力を振り絞っている。もうちょっとなんじゃないか、いけるぞ。あ、でも催眠が使えないのか。じゃあとりあえずちょっと TP 貯めよう。いやー、魔法を使っとくか、癒しの歌。どうしよう、ここ、いや、使っとこう。うん、まあラルセイ君でいいかな。うわ、これちょっと難しいぞ。あー、楽しすぎ。いや、これ避けんのマジできついって。いや、体力がかなり減らされてるな。あー、やばい、ラルセイ君が、よしよしよし、回復ありがたいな。うわ、でもまだ催眠無理だよね。いや、スピンはどうなんだろう。どうだ。いや、俺これが本当に苦手なの、マジでこれが一番苦手なの、本当に。あー、
でもできる。スイープよっしゃよっしゃうおやってやったぞ。よし、ちょっと落ち着きました。いや、やっと勝ったよ。勝ったっていうか、まあこうスリープでくたびれさせて、スリープでこうなんていうの、追い払う感じになったんですけど、いやー、やっと勝てたよ。愉快痛快気分爽快、なんと元気な子供たち。私はすっかりトヘトヘだ。あれ、これトヘトヘって言ってたんだ。いや、こちらこそですよ。我これより100年の深い眠りにつきましょうね。100年。残念ですけど、君たちは甘い夢とはご無縁さ。目覚めるます、あなたの心の中に悪い悪夢が目覚めるます。どういうこと？騎士の魔の手のその影に。騎士ライトナーたちに止められる。ウェンヒヒウェンヒヒ。まあいずれにしましても、これは大変、さあ大変、カオスだね、カオスだよ。これから先の未来を暗示してるのかな。ライトナーよ、己の狭き檻の内より、これを持ち出せ、振り絞れ、最高の最強を。何？あ、何？ジェビルテールが防具に加わった。防具もらった、ジェビルテールだって。いやーやっと終わったよ。めっちゃ難しかった。いや、よし、とりあえずちょっとまずはセーブしよう。はい、ということでちょっと一回ね、あのあと、さっきのそのカットする前の一回セーブした後にちょっと一回落ち着きまして、まあ、一回ちょっといろいろしてまたゲームを起動したんですけど、そしたら檻がなくなってますね。檻というか、あの鉄格子か、格子がなくなってますね。いやー、でもやっと倒せたー。マジで長かったんですよ。俺最後多分一回も喋ってないと思うんですけど、すいません。いやー、めちゃめちゃ集中しましたね。いや、ぶっちゃけ3図ぐらい難しかったですよ。いや、3図よりはかかってないか。でもまあ、結構きつかったですね。さあ、ちょっとせっかくなんで装備見てみましょう。防具だよね。あとはジェビルテール。アビリティなしって書いてある。ああ、そうか。これホワイトリボンの可愛いが消えちゃうからか。アビリティなしで、アルファベットの J の形をした尻尾。デビルパワーを授けてくれる。デビルパワー。あ、待って、攻撃も防御も魔力も上がるじゃん。待って、元が150だから、150だから上から2212と上がるのか。すげえ、魔力が上がるってことはあれかな、ラルセイ君とか魔法使う人の方がいいね。もともと魔力高いな。だからこの子につけてあげたら相当強いんじゃないか。防御は上がんないのか。まあ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 、でもかなり強い武器ですね。武器じゃない、防具か。いやー、
いや、めちゃめちゃ大変だった。いやすごかったな。さあ、ちょっとよろずやに来てみました。なんか変わってたりしないかな。話す、ほら、あるじゃない。もう絶対そうだと思ったのよ。もう疲れててさ、ちょっと思考が回ってないわ。もう今めっちゃ頑張ったけどね、本当に頑張った。休憩満さんなんで、まあ、だいぶ体じゃない、頭はもう回ってきた。ちょっと何言ってるか分かんないわってきちゃった。いやでもだからとりあえずいやめっちゃ頑張って、俺本当にゲーム上手い方じゃないからさ、めちゃめちゃ時間かけましたよ。なんとか攻略を編み出してよかったわ。よし、ジェビリーについて倒してきた。ジェビリーについて聞こうよ。あれは愉快な男だったよ。その昔は道化師でね、まあ、見た目的にわかりますよ。僕ちなみにジェビルさんの声は、あれもう勝手にあのハンターハンターのヒソカのね声で、あれハンターハンターってアニメ新旧2つあるんだけど、あの古い方のヒソカの声でちょっと想像してましたね、完全に頭の中で。私はその頃魔術師をしていて、2人で、なんて言ったら旧使いでいいのかな、宮使いかをしてたのさ。あ、王国に仕えてたんだね。友達なのかってどうだかね、そうとも言えるような言えないような。でも二人でよくゲームをしたよ。そのゲームで私にかなうのはあの男だけだったのさ。ゲームがしたいだけだったって言ってたもんね。ところがある時、あの男は怪しい人物と出会ってね。お、騎士のことかな。またその時からだよ、あれがだんだんおかしくなったのは。妙なことを口走るようになってね。それは全く意味をなさないようで。でも全く意味をなさないわけでもない。とにかく妙なことさ。それから間もなくして奴は、この世界はゲームだと言うようになった。私らはみんなその参加者なんだとさ。え、待って、めちゃめちゃ鳥肌だったんだけど、絶対なんか関係あるでしょ。絶対なんか関係あるよ。私は宮廷魔術師で、奴のたった一人の相方だった。王様の命に従い、奴を檻に入れるしかなかった。あ、魔術師さんなんだ。しかも宮廷の。いや、あれの言葉を借りれば、私ら全員を檻に入れたということになるのかね。そんなことは言ってたね。以来、あれが口にした不思議な言葉は私の腹綿に染みついたまんまさ。ぬいぐるみジョークか。ぬいって多分犬っていう意味と、ぬいぐるみの2つの意味あると思うんだよ多分。私にとっちゃこの世界、暗くさらに暗くなる一方さ。あれ待って、このセリフなんかで聞いたことあるな。あ、これあれじゃない、俺ゲームのさ、なんかなんていうの、そのいじったりできないから、僕結構アンダーテールの自分でできない部分は人から聞いちゃったりとかしてるんですけど、これあれじゃない、みんな知らなかったらちょっと一回調べてほしいんだけど、ガスターっていうさ、あのアンダーテールの方でずっとなんか謎として残ってるガスター博士っていう人物がいるんですけど、俺結構その人に関して一時期調べちゃったんだよね、すごい気になって。これ関係ある気がする。なんかゲームを普通にプレイしてたら会えないんだけど、なんかデバッグみたいな感じで、なんか解析とかしてる人たちが見つけたものらしくて、なんか都市伝説的な、興味深くてすごい見たんですよね。あれ本当なのかな？なんかこんな文面があった気がするよ。こうして昔を振り返ってると私は思うよ。自分はまたあれとゲームがしたいのかもしれないってね。あの時もしあれを牢屋に入れろと命じられていなかったら、私もちゃんと人生の目的ってもんを持ててたんだろうかね。あ、これジェビリーについてまた聞けるのかな。あ、同じだわ。同じかな。でもずっと黄色だったけど。
変わらなかったですね。じゃあ今度は倒してきたにしましょう。もともと相方だったんでしょ。大丈夫かな。相棒だったんでしょ。どっちが杉下右京やめようか。どっちが水谷豊かで、どっちが反町隆史かって話する。もしくは成宮博樹って話する。あの男を倒したって。それは本当かい。そうかい。ひょっとしたらあんたら3人は本当に勇者なのかもしれないね。だけどこれから先あんたらを待ち受けてるもんに比べたら、ジェビルのやつはほんの序の口さ。何かを知ってるのかな。近いうちにあんたにも分かってくるよ。何をしたって無駄だってね。そうなったらまたいつでもおいで。お茶でも入れるよ。そんで乾杯しようじゃないか。世界の終わりにさ。このデルタルーンっていうゲーム、最初にもあったけど、なんかなんていうの、その最初さ、キャラクターを選択する画面というか作成する画面が出て、最終的に壊されて、なんかお前にはこの世界で選ぶことはできないみたいなこと言われたじゃん。その発言と被るよね今のは。なんか自分では選べないみたいな、そういうことがこれから先いっぱい起こっていくことになるのかな。チャプター1までだと前作のアンダーテイルと違ってルートとか分岐もないみたいだし、なんというか確かに選ばせてもらってはいないよね。完全に決められた道というかを進んでるというか、まあ一本道ストーリーだから、今回のこのジェビルさんと戦ったのも全ては定められたレールだったのかもしれないと。ありがとうルイさん、また来るよ。またおいで、次があればね。でもあの人どんなに重い話とか暗い話してても耳がぴょくぴょく動いてるから可愛いっていうね。そうか。さあというわけで皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。これにておそらくもう隠し要素とかは細かいのを除けばないんじゃないかな。大きいものは今回のジェビルさんをクリアしたことによって終わったのかなと思います。ということで今度こそね、チャプター2を待ちたいなと思います。まあ、それまでにね、皆さんもぜひアンダーテイルもしかり、デルタルーン、このチャプター1までもしかりで、考察とかね、いろいろとはかどらせてみてください。まあ、どんどん調べていくと、調べていくうちにね、どんどん面白くなっていくんで、僕自体も結構アンダーテイルの方の小ネタとか結構隠し要素とかまだ自分ではできてないところ多いので、そういうところはちょっとねいつかできたらなと思ってるんですけど、まあ、前も言ってたんですけどちょっとなかなか動画にできてなくて、もしできたらねっていう感じで考えてます。ということでご視聴ありがとうございました。また次回チャプター2が配信されたらお会いしましょう。それまでにぜひ登録、コメント、高評価等して、登録してね、僕の他の動画もご覧ください。ということでありがとうございました。 Twitter のフォローもお待ちしてます。バイバイ。